はい、皆さんこんにちは。まちく今日もドリスピやっていきます。いつもコメント、高評価ありがとうございます。皆さん、メカドック頑張っておられますか？僕はですね、ゆっくりしますと言いながら本当にゆっくりしてますね。1963位、はい、お恥ずかしいんですが、今回、ちゃんとね、こちら、撃破ポイントをこのね30万ポイントまでいけたので、このオーダーの方をですね、イベントチケットの方でこちらね2つピックアップオーダーと無限チケットオーダー、ゲットすることができました。ガチでやってないんでね、まだ枚数は少ないですが、ビビオーダーですね、こちらの方から見ていきましょう。ピックアップビビオーダーですが、0.010% 星7ですね。こちらはね、奇跡的にね当たればいいなという感じですが、星6の方は、0.250%、CRX ミッドリアルバージョンね、チャンプモンスター RX7 などありますが、星5の方も、車両があって、仲間がね確か皇帝もあって、このね風見くん、ゲットできたら嬉しいですけどね。で、星4ももちろんね仲間います。星3もいつも通りね仲間いるんですが、前回の TA でね、どうしても成長させたい仲間がいて餌にしてしまったのでね、車両化仲間ですね、来てほしいです。5連ですが、やっていきましょう。いいの来てください、お願いします。車両か仲間、車両だけど星4じゃない赤取り来てほしいんだよね。持ってるよね、もちろんそれは持ってるんだ。そしてアリスト、星4しか来ないな。パーツですか。結果はよく見る4台と、パーツサイズ17のイトロでした。簡単にね当たりませんよね。仕方ないです。はい、こちらのね無限チケットオーダーにねかけましょう。こちらは星6、レアリティはやはり 0.250% ですが、ペガサス、渡辺スーパースピリット、ボブキャット、星5からは松切り坊主ですね、そしてペガサスなどがいて、で星4も松切り坊主、そしてハイエースですね。で星3は松切り坊主とナミコですね、メカドックナミコが仲間としてゲットできるかもということですが、このねピックアップされている3台の中で、僕以前のイベントでねこのボブキャットとペガサスをねゲットすることができたんですが、見事にメダルに変えてしまいました。そしてこのね渡辺スーパースピリットはねゲットしたことがないので、できれば今回ねこの車両がゲットできたらと思うんですが、3台のうちねいずれかが来たら当たりでしょう。7連しかできませんが、夢を乗せて引いていきます。お願い、何か切って、持ってないのでねこういうアバターも嬉しいですよ。そしてカットできた。おーっと来た、無限のスーパースピリッツですよね。やったね、星5だったかな。いやちょっとこれはまさかの展開で嬉しいですね。いや久しぶりですよ、これガチャをね動画にしようって思ったのもねこれ久しぶりなんですが、星5のね無限スーパースピリット来てくれました。皆さん、いやよかった、いや絶対来ないと思ってました僕。いいですね、感謝ですね、嬉しいです。ちょっと見てみましょうか。ということでプレゼントボックスの方から取ってきました、渡辺スーパースピリット見ていきましょう。いや嬉しかったですねこちら。僕ねこれずっと欲しかった車両ですね。このイベントがあるたびにねいつか手にしたいと思っていたんですが、まさか無課金でね
あのチケットでね、手に入れることができる日が来るとは思っていませんでした。いや、本当に嬉しいですね。かっこいいですよね。あの3台の中でもね、僕はこちらが一番、はい、好きです。星5の初期ステータスはこちらとなります。いや、いいですね。無課金でもね、こうやってイベント車両をね、ピックアップ車両をね、ゲットできるっていうのは本当に嬉しいですね。こちらからは確かめられませんですね。ね、僕見たいのは、一応確かめるだけですけど、特攻車両としてね、僕持ってなかったのでちょっと確かめてないんですよ。ボーナス効果をね。あー、やっぱりこちらも 20% 小ですね。はい、まあでも嬉しいですよ。うん、やっぱりね、ゴールドオーダーを回して出た、まあ車両ですよね、こちらのね、チャンプとか。そちらの方がね、やはり大きいね、特攻車両になるのは間違いないですね。ただこの車両ね、ゲットできて本当良かったですね。かっこいいですよね。いや、僕本当欲しかった車両なんですよ、スーパースピリット。うん、一番最初のメカドックコラボですかね、僕がボブキャットとかゲットできたのは。カスタムできるのはホイールですよね。まあホイールだけですね。スポークのある、あ、こちらとか、これでいいかな。うん、ちょっと見てみましょう、もう一度少しね。まあいいんじゃないかな。あ、でもね、シルバーの方もいいかな。まあ人それぞれね、自分の好きな、ホイールがあると思うので、ホイールを変えれるのは本当にいいですね。今回まさか渡辺スーパースピリット、欲しかったね車両をゲットすることができました。本当に良かったです。ピックアップ車両をね、当てられた方本当におめでとうございました。残りのねマスバトルも楽しんでいきましょう。ということで、今日見てくださって本当にありがとうございました。でまた次の動画でお会いしましょう。じゃあまたね。